オンボードの波平アンテナを同軸ケーブルにしたら、やば、送信距離が超伸びた。ツイッターですごい書き込みを見かけたんですけれど、フライトコントローラーオンボードの波平アンテナでも同軸ケーブルに変えるだけでロング仕様になるっていう、マジですか、やらなきゃってもうすでに手が動いてました。いくつかの方法で試したので、それぞれを端的にレポートします。この波平アンテナを同軸ケーブルに付け替えます。もげそう。まず同軸ケーブルってことだったので、テレビ用のアンテナケーブルを買ったんですけど、どう見ても太すぎるんで、映像用の RCA ケーブルが同軸だったことを思い出しまして、スリムケーブルでやってみることにしました。まず外装を剥いて、よいしょ、シールドが出てきたらよじっておきます。まとめておきます。これだけだとばらけちゃうし、曲げに弱いので熱収縮チューブで束ねておきました。これを5から7ミリくらいで切っておきます。先っぽ 2,3 ミリを向いて芯線を出しておきます。ハンダで取り付けます。まずは予備ハンダをくっつけて、今回グランドは VTX 近くのグランドに取り付けました。アンテナの長さは 5.8GHz の半波長分だけ芯線を出しておきます。周りのシールドは切っておきます。芯線部分はシールドを取り外して長さを揃えておきます。できたできた。戻していきます。よいしょ、できた。ちゃんとしたアンテナじゃないけどそれっぽくできたと思うんだよね。さあプロポを持ってダッシュ。テレメトリーロストが 55m、 操縦不能が 57m。 あれ短くなっちゃった。考えられる原因は2つ。RCA ケーブルのシールド密度がちょっと薄すぎたかなってのと、グランドの取り方が良くないかなっていう自覚があります。という書き込みをしましたら、ホビーショップグライドパスさんからアドバイスが。なんと RCA ケーブルのインピーダンスが75オームで、そもそもアンテナ線に使われている同軸ケーブルのインピーダンスが50オームで、選択を間違えてました。あー、インピーダンスのアンマッチが発生して良くないということを教えていただきました。それとアドバイスをもう一ついただきまして、グランドの取り方、基板のレジストを除去して接続すると良いということを教えていただきました。すぐにホビーショップグライドパスさんでアンテナを買ったんですが、待ちきれないので次はテレビ用の同軸ケーブルで試してみることにしました。今回はグランドをしっかり取ってみます。この辺をリューターで削ります。結構薄いはずなので慎重に削っていきます。ものすごく見づらいですけど、金属表面が綺麗に見えるくらい削りました。酸化物の除去とハンダの食いつきを良くするためにフラックスを塗ります。スリムな同軸ケーブルといえど、マイクロドローンにはまだ太いので、分厚い外装を剥いて代わりに熱収縮チューブを使ってスリムにしていきます。フライトコントローラーへの取り付け用に端子部を剥いていきます。結構しっかりくっついちゃってるんで、シールドを束ねてまたよじっていきます。で熱収縮チューブでまとめておきます。あー、このチューブが収縮していく瞬間すごい気持ちいいんですよね。芯線を揃えて、はい、先っぽ剥いて、で予備ハンダを取り付けます。余談ですけど、予備ハンダの予備って予備水の予備だと思ってました。はい、できました。かなり汚いんですけど実験なんで、まあグランドはちゃんと取れてると思います。はい、そしたらフレームに戻していきます。綺麗についたな。じゃあ走ってきます。テケ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 。さあどうだ。テレメトリーロストが 100m から 120m、 操縦不能になるのが 130 から 150m。 やば、すごい伸びてる。予想外の結果でした。ただし注意があります。
本来テレビの受信アンテナは75オームらしいのでインピーダンスの問題があります。それとアンテナ線はニッケルメッキされていることがあるのでハンダがつきづらいです。というわけでそうやって実験を楽しんでいるうちに本命の RC 用のインピーダンス50オームのアンテナが到着しました。というわけで本命に取り替えていきます。アンテナ線細い。波平アンテナと比べても細いかもしれない。この中に同軸ケーブルが入ってるんだもんな。では早速バラしていきます。改めてちゃんとグランドを出しておきます。ゴリゴリゴリっと削りすぎないように注意して。めちゃめちゃ細いですけど構造的にはちゃんと同軸ケーブルが入ってます。シールド部分が固められているのでカッターで割ってグランドに取り付けられるようにしておきます。カッターで先っぽを割ってで一箇所に束ねておきます。こんな感じで Y 字に分けておきます。全長が62ミリ以上で切ってと、で先っぽを向くのは2分の1波長の32ミリ以上向いておきます。予備ハンダをつけたらフライトコントローラーに取り付けていきます。かなり小さいので予備ハンダをお互いにつけて溶かしてくっつける方法にしました。はい、くっついた。それじゃ戻していきます。よし、できた。綺麗に収まったな。なんだろう、収まりが良すぎて改造したように見えない。もっとゴテゴテ感があっても良かったな。さて、どんだけ届くのかちょっと楽しみ。行ってきます。走ります。なんとテレメトリーロストが120〜205m、操縦不能になるのが 125m〜205m。 すんごい結果が出ちゃった。見通しのいいところではあったんですけど、これちょっと内蔵受信機の概念変わっちゃうかも。ぜひ皆さんもやって結果教えていただけるとありがたいです。